さんどうもブリとカワウソです。本日からですねブリとカワウソやばい企画始まります。はい、ね、マジで、このスマブラ界そして YouTube 界に、革命を起こします。そんな企画を今回持ってまいりました。まあその企画の内容はね、まあ最後の方に、まあ、説明をしていこうかなと思います。はい、ということで、今回はですね、隣にこちらいらっしゃいます、はい、眠るを当てるのが上手くて有名な人、そう大福ちゃんに来てもらいました。はい、皆さんこんにちは、私大福と申します。よろしくお願いします。お久しぶり。久しぶり、うん、なんか元気してた。めちゃくちゃ元気だった。ああ、よかったよかった。めっちゃ元気だった。大福ちゃんとはね、結構ね俺らコラボしてるじゃん。うんうん。で、前回ね、うん、大福ちゃん の, あの動画の方で俺勝ったからそうだっけ勝ったからそうだっけ、はい、まあそれでちょっと今日召喚したっていう感じなんですけど、うん、ちょっとでも僕あれ24時間やったけど、うん、ダメだったじゃん。ああ白子、でも結構強くなってたね。ああ、まあ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 、うん、結構強くなってた。まあ、時間が経ったからね。あ、まあでも俺はこの気で何まあでも俺はこのゲーム大嫌いだから。マジで嫌いだから。いじめられてるもんね。ああ、この前もなんか三脚に挟まれてなかったっけ。よし、いや、よしよし。ちゃんと動画チェックしちゃう。戦っちゃう。あ、いいよ。うちと、あ、もう普通に戦っちゃうからじゃあ、あ、やっていいの？ボッコボコにするけど。ボッコボコにするよ。ボッコボコにするけど。いやいやいや、眠る当ててみろ。待って、待って、やめて、やめて、やめて。おおおお。デマガチャ頑張んないと。せっかくハンデあげたんだから今。頑張れ。はい、次おやすみー。はい、待て待て、プリちょっと、はい、おやすみーお待ちすめ強くなったじゃん強くなったね。ありがとう。うん、あれ24時間修行の相手してたから強くなったわ。あー、まあ俺のおかげやなまあこれからも精進してや。弱くなった。まあとりあえずブリとカワウソには、俺カワウソともう一人ブリいるじゃん、あいつとちょっと戦ってもらいたい。おお、やれんの？ずっとやりたかったけど、ずっとやりたいって言ってたから、今日は本当は俺と大福ちゃんのコラボのあの動画だったけど、本当はね、まあでもブリに、まあ、花持たせてあげようかなって。勝てなかったからね。じゃあブリブリ、おいはい、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ戦ってもらいますブリとね、負けたらデスソースです。やだよ負けたらデスソース、スプーン一杯飲むゲーム。それこっちも言ってくれる。はい俺じゃない、お前ね。ということで、2先で、ルールは2先で。で、負けた方がデスソースを飲むということで。はい。じゃあ、そんな感じでやっていきましょう。しゃということで、ブリ対大福。これ、夢のコラボですね。皆さん、待ちに待った、コラボでございますよ。さあ、ここからね、ガチの勝負ですね。はい。多分ね、あんま喋んないと思います。このブリ君、あ、ブリ君は喋んないです。大福ちゃんは、俺は喋る。器用に、できるし、多分喋れると思うけど、まあ、集中してもらって、やってもらって、構いません。構いません。はい。俺ちょっと緊張しますよ、マジで。うまいし、普通に。ドキ。いや、これうまい、普通に。いや、さすがっすよ。なんか、うまいっていうのはやっぱ知ってたんで、やっぱ、どれぐらいかなと思ったんですけど、やっぱ、手合わせするとやっぱうまいな。ドキ。まあ、でも俺の次やな。俺の次やな、言われてるから。お前、俺の次やからな。普通にまあ、いいか。な、待って、これさ、実は試合結構流れてるんだよ。あんま喋りたくないおい、嘘、弓矢でそれ。お前煽ってんだよ煽ってんだお前。これはうちもプリンちゃんも、そう、プリンちゃん入ってくるけど、プリンちゃんやって、プリンちゃんやって、大丈夫か。おお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 ほら、煽ってるよ。あ、だだだだだだだ、あ、いけいけ。あー、なるほどね。もうね、ブリがね、もう結構ね、焦ってるね、もう。うん、
っかりやったな。まあここ、ここからどうするか、ここからどうするか、ここからどうするか、ね、はい、いいよ、もう全然飛ぶよ、全然飛ぶよ、全然飛ぶよ。もうね、どうするどうする、どうやって倒す、どうやって倒す。あのプライドをかけて眠るで終わらせるか、それともあの必死さで頑張って勝つか、どっちどっち。どうしようかな。どうする。でもなんか余裕なさそうだけどな、眠る時、眠るは当てる余裕がない。あ、まあ、確かにね。でも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 行くか、行くか。あー、できたらやっぱ眠るで決めたいね、やっぱり。入ったらね。まあまだ1戦目だから。ちなみにも174 行くね、174。おい、おい、全然バースト1000円。ちょっとアウト、一旦降りてこーい、降りてこーい。デスソースの前近づいてるから大丈夫かな。デスソース近づいてる。まだ知らない。お前こんなもの飲むのかな、企画。お前はやばいな。事前にマジで何も聞いてない。俺も聞いてない、俺も聞いてない。ちなみに俺も一個何かあったらお願いしようとあったのが、お前プリと顔遊びしてやるよっていう。おクソ滑らせんなよ。気使えよ、気使えよ、気使えよ。お前じゃん、気使えよ。滑ったら死んだわ。いや大丈夫大丈夫大丈夫。こっから回ってんだってお前。大丈夫か。え、お前もう人の割りもないんじゃないの、もうこれ食らったら。え、ほら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 、大丈夫か。はいはい、しっかりね、しっかり、ディフェンをやって、さあ上がってきました。そのバーガリー通じて、あ、捕まれた。あ、見るもでポン、見るもでポン、見るもでポン。あらららら、飛んじゃった、飛んじゃった。デスソース近づいてんじゃないの。これ一回負けたらデスソースいっぱい。うんうん、お前さ、負けてんなよ、負けんなよ。ワクワク、ブリのカワウソ、ワクワク。アーニャいいですか、横に。ワクワク、アーニャワクワク、ブリ。お前より煽りつけるだけじゃないか。やっぱ口を開くって大事なんだよ。お前無言であのしゃがむしゃがむしゃがむのあの連打、お前あれ一番普通に腹立つから。お前いや大丈夫か。まずしっかりやっていこう。はいはい、じゃあちょっとね、面白くないからね、まあここはあのブリをね、ちょっと応援してあげようかなって。あ、大丈夫か、大丈夫。お前大丈夫か、もう85じゃねえか、お前もう余裕だよ、お前もう大福ちゃんにもう読まれてんじゃないの。あれ読まれてんじゃないの。ピットって結構使ってる人いるでしょ。だってピットはやっぱ最近増えたね。最近増えた中のお前は一人だよ。最近増えた中のどこにでもいるそれネクラノムの一人だ、お前。うまいよ、そんな気使われてんだよ、これ。おちゃんと我慢、頑張れ頑張れ。さあ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 、掴んでみるまでポン。パーセントがさ、今見ると114 125 125 125になりました。さあ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 、もう余裕で撃墜いけない。もうもう体当たりみたいなの食らったらもう一万じゃね、割れる、どんじゃね、割れる、どんじゃね、割れる。あらららら、らさあ横須賀でいいけど、あらあらひーあらひーあらひー。おやすみ横須賀でいいけど、おやすみ。痛そう。入ってそう、痛いところに。ゲームに進めそうだ、危ね。大丈夫か、おいおいお前、お前、お前、エンタメ見せてくれよ、おい。今は38。エンタメ見せてくれよ、お前。お前このまんまじゃ、お前ストレート負けじまうじゃねえか、お前。うん、どうしようか。大きよすぎだろ、大きよすぎだろ。レッドおれ、眠るも当てられないと。おい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 、あー、マジでごめんなさい。あ、余裕ぶっこいてる、余裕ぶっこいてるよ、あのプリン。大丈夫か。あーらら、あーらら、うまい、うまい。あー、うまいねー。おやすみなさーい。大丈夫か、落としてあげよう。
れ頑張れ頑張れ。あとイストレディソース隣あんの、あとイストレディソース。ポイスガー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 ごめんなさい、やめてやめて、シャッよかった。お前エンタメ続くぜ。くそ当たんないか、これはやっぱこれは当たんないか。眠れ、あんま、お前あんま余裕ぶとくない。掴む前にちょっと1、2個ぐらい歩いたのあれやめろ。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。おやすみ、おやすみなさい、おやすみ。本当にちゃんと痛い音してる。お前、俺、しまよ、お前。今のがリハーサル。え、今のはリハーサル。そうですね、はい。ああ、なるほど、なるほど。ちなみになんですけど、このスタジオ、なんかプリンが禁止みたいで。え、何スタジオ、ここ。なんか、うん。何やっぱ あのポケモンだから、その半券上の都合みたいな多くて、ああ多くてちょっと分かんない、ごめん。あ、じゃあプリンはダメ。はい、プリン以外。はい、プリン以外どうしようかな。何キャラか候補に、何キャラか候補に。いいよ、なんでなんで。その数見た、78。これが18だよね。さあ大丈夫か。さあ勇者、あ、え、待って、ジャクシャの勇者初めて見る。プリンしか、プリンしか使ってないから。あ、今のね、俺だったらね、あのね、ゲッチでね、あれしてたわ、あの吸収下 B、 下 B やってた。それそれもやっちゃってたかも。そう、やっぱね、読み合いって大事なんだよね、技を振る、その読み合い。はいはいはい。あ、お、助けて、あー眠い、あ、ミスた、やばい、おやすみさせた。うわー、ミスた、シンプルに。あー、それはダメだ、それはダメだ。それね、ミスもね、実力のうちやからな、ダメやで、な。おお、こっからが本番らしいので、よかしめやめよ、ちょっとこれダメだ、うまいわ、相手音の振り方。おおおおおお、魔法カンタがありまーす。お前さ、お前、お前、ムラタキ忘れてたぞ。紫のシーン、お前忘れてたか。一番ダサい、一番ダサかった今。うわ、読んだって思ったよね。僕もう一個読んでたんだよ。お前ブラピの当てるか、邪魔れ、邪魔れ、邪魔れ、無関係なんで、やめてるんで。やばい、さあ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 、まあもうね、ライフちゃんがね 110%、 もうこれ余裕で撃墜圏内だから。まあでも硬いよ、硬いからね、勇者もね、こっからだよね。そうね、まあ勇者はね、そうザキとかねあるから、その一撃当たったらね、当たったらしっかり当たって、食らったらマジでもう天才ですから。頑張って、頑張って。おっ、魔法カンタでーす。一応言っとかないと。やめた方がよくないか。俺も巻き込まないで、俺も巻き込まないで、一人で炎上して。全部 P なんだ。うまい、はい、おさあ、よいお前さ、煽ってる暇あるんだったら、お前は次の戦略考えとけよ、お前。ほらほら、お、いけ、いやー、うまいわ、ほんと、多段の使い方、多段ジャンプ。あ、多段ね、多段ね、多段ね、あ、多段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 、やべえ、多段、オッケー、はい、さあ、頑張って。あー、あ、横強化出た。今、なんだ今のは。今のはね、なんか今のなんだ、分かんなかった、普通に。なるほどね、できらんかった。横すれば当たんないっすね。うまっ、やべ、あんま調子乗ってない。いいじゃない、やべやべ、いいじゃない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 、やばいやばい、これはお前、これだよ、お前ここで。頑張ってるマカちゃん、おー、休み、休み。はい、おやすみ。す
爪剥がれちまうんじゃねえのかお前、このレバガチャこうえぐに言ってみたお前爪剥がれちまうんじゃねえのかお前さあ、お前ほらあのまま、なんとかマホカンタあれ出てるよ、あの半生のやつね、まお前、ラリホーやられちまったらお前、飛んじまうぞやばあ、いいよ、大丈夫か、いいぞほいあさあ、しっかり復帰してさあ、あー、捕まれたなんで今の飛んじましたけど頑張って、ここしっかりね、しっかり復帰していこう、オッケー、ナイスはい、いいよさあ、頑張って、オッケー、危ない危なかったお前おお、まあ、読み合いやな、読み合い大事や、カメラがあるっていうのは、お前も見れてない次何来るあそういうことか今何あ、見せたおおおお惜しかったな、まあ、うん、おおやばいよ、何送るよあ、ギラでした、はいはいギラです、はい、頑張ってまずいんちゃうのお前、これまずいんちゃうのこれ、しっかりはい、しっかりあーっかムカつくはい負けステルソーク2回勝った、2回勝って、で、あっちが2回負けたらデソステ、お前もデソス1個そっからからからそっからからからオーケー、おやすみおやすみさあということで、ブリ君デスソースデスソースえ、飲みますけど、あの、一回ちょっとだけ、一瞬待っててもらっていいですか、一瞬デスソースドンプススプーンくださいあ、じゃあ大福さん、はい、あの、ついちゃってください大福さん、はい、まあ、カレーが強いでしょ、自分から持ち帰って、カレーも強い、カレーも強い、はい、世界一苦手です、カレーも強い、大福さん、おー大福さん表面張力、大福さんおー、ちょ、待て、おー量やべえだろ、これ、おいいいか、どうぞ、今回の企画なんですけども、はいはいはい、テレフォンショッキングあるじゃないですか、いいと思う、笑っていいと思う、はい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 、あれみたいな感じで、はい、ゲストの方に来ていただいて、はい、スマブラをして、でゲストの方の電話帳だったり LINE に入ってる、はいはい、まあ、スマブラができる人だったり、はい、インフルエンサーの方だったり、そういう方に連絡をしていただいて、でこのブリカスタジオにその方が来ていただいてスマブラをするという呪術つなぎみたいな感じで、え、じゃあテレフォンショッキングだったら、はい、まあ、まず今からかけると思う、そうです、今からかけるんですか、今からかけます土曜の昼間ぞあのマジで言ってる、つながることを僕は見越して、はい、とってもご親切なのですし、でも、まあ、結構スマブラ界の陸の孤島ですよいやそんなことないですあんま実はつながってるように見てつながってないですよ本当にいやマジそんなのない僕たちもあのスマブラをやってていろんな方とスマブラをしたいという思いでこういう企画を立ち上げたので、その企画の第一人者として今日は大福さんに来てもらいました、ちょっともう聞く前からもうスマホ出して誰かなみたいな違うな話が早い、その途中でねえ、なんかいますか、いやでもマジでね、あんま友達いなくて、まあでも、はい、ここの辺りの人は何人かいるな、おお、友達が多そうな人いるなって思って、おお、なるほど、スマチューバーにもいろんな界隈みたいなのが、はい、なんとなくあって、まあ結構いろんなとことまんべんなくつながってる僕の唯一の友達っていう人が、はい、まあ、誰だろう、まあ、リドリー使いの方なんですけども、あれリドリー使い、え、マジですか、なんかピンときてます、今ので、まあ確かにリドリーといえばその人です、そうっすよね、まあ多分もう、あの人だ、流れさんっていう方なんですけど、
中根さんね、わかりますよ、わかります、わかります、わかりますか、はい、いろんな人と仲いいんで、この人にもし今繋がるんだったら、うわ、まあ、それでかいな、そういう企画にはもってこいなのかな、いや、マジですか、ところですね、これはでかい、ありがとうございます。これ、本当に今かけるんですか。まあ、そうっすね。そうっすね、まあ、そうか、まだ OK でもないし、うん、そうっすね、マジでかける、マジでかける、土曜の昼間だけど、すいません、来た、出そう、いや、ありがとうございました、ありがとうございました、こちらこそ、いや、うまかったわ。お前、唇真っ赤やんけ。うまかった、上手だった、うまかった、うまかった、あ、そっち、あの、デスソースの話かと思った、いや、ちゃうわ。誰が美味しくて食べたの。俺、デリシャスなんか思った、デリシャスじゃないでしょ。あ、びっくりしたわ、めちゃくちゃうまかったな、さすがっすね。いや、うまかったです、あの、ウリさんの方も、いやいやいや、普通に対応されて途中から立ち回りとかがもう、違うわ、もう、いやでもその辺のプリント、ね、あー、確かにね、今これからそういう企画で繋がっていくっていう中でいくと、もう僕なんてもう、あの、あいつは四天王だけで最弱ですよ、本当に。流れさんビビるんで、もしうまくいったらビビる。そうですね、まあ確かにね、流れさんはまあ礼儀正しくしないとやっぱり。そうだね、これは強いから、いや、全然何してもないですよ。まあまあまあ、何しても大丈夫ですよ、敬意を払って電話したいなと思います。ぜひ、じゃあぜひ、ちょっと一旦かけていただけなくても知らないけど。お、何これ、ディスコードです。へぇ、ディスコードですよ、スマブラ。顔出ないです。あ、出ないんだ。お、はい、はい、あ、長野さん、すいません、突然お疲れ様です。お疲れ様です。え、今何してます。今は、あの、PC とにらめっこしてました。遊んでますね。え、今暇でしょ。今暇ですよね、ってことは。そうですね。今、説明ややこしいんですけど、ブリとカワウソさんって知ってます。あ、知ってますよ。あの、我々がスマチューバーでちょこちょこやってた時に、いきなり数字めっちゃドカーンって取って、あの、ヒヤヒヤ、なんだあいつらはプロフェだーってなってた、あの、ブリの川瀬さん。知ってます。知ってますよ、あの、ブチ切れてるんですよ。大ファン。そう、なんか今ブリと川瀬さんの家にいるんですよ、今。で、っていう企画をやらせてもらってるんですよ。はいはいはい。ね、まあ、お察しかと思いますけども、私がまあいろいろ知り合いの中でよく知り合い多そうだなっていうような人にかけたのが流れさんで、まあ、ちょうどつながったんで、これも僕の方から誘っちゃっていいんですか、もしくはブリカワさんの方から誘います、一旦喋りますか。いいですか、喋って。あ、じゃあちょっと流れさん、あの、ブリカワさんの方に話振るんで、はい、どうぞ、あの、喋ってください。いいんですか。はい、ちょっと礼儀正しくしないと。はい。おい、流れこれ。流れこれ。礼儀正しいの定義知らない人。申し訳ありませんでした。いや、あれ初対面。あ、はじめまして、ブリ、ブリです。カワウソです。はじめまして。あ、お二人どういう感じなんですね。います。おります。今、あの、大福さんからね、あの、企画の説明があったようにですね、テレフォンショッキングみたいな形で、スマブラがうまいご友人だったりとか電話で紹介していただいて、あの、ブリカーハウスで来ないかっていうふうにお誘いして、はい、いいか悪いかみたいな、そういう企画をやっておりまして、はいはいはい、その第2人目ですに流れさんをご招待したいなと思ってるんですけども。なるほど。ブリとカワウソハウスにスマブラしに来てくれますか。流れこれ。こっちも乗ってきてるし、こっちも乗ってきてるし。いいと思うちゃうかい。来てくれますか。そうやろ。流れさんっておいくつなんですか。公表してますか。僕は26ですけど、はい、まあ、みんなもなんとなく分かってるって感じですね。あ、そうなんですよ、僕27なんで。はいはいはい。あ、俺の方が。すいません、結局をつかせていただきます。お、今後。気をつけろよ、流れ。すいません。みたいな。ちょっとツッコミないからきついんだけど。ツッコミないからきついんだけど。違うね。俺がガチでなんか。違うね。本当にドン引いてる。大丈夫、いい人だから。大丈夫。何しても大丈夫。あ、何しても大丈夫です。何しても大丈夫。じゃあ来い。な。あ、そっちのこと首洗って待っとけばぜ。足の甲洗って待っとくぜ。足の甲磨いとけやつか。ということで、はい、流れさんは本当もう有名な、あ、有名な、てかめちゃくちゃ強いですマジですよね。いや、楽しみですよ。足の甲洗って待っててください。足の甲洗って待っときますね。じゃあちょっとお戻しますね。はい、ちょっと、はい、日本語の勉強しようか。
ハ黙れクイズノック。使えます。じゃあすいません、突然かけてなんかあのめちゃくちゃ楽しいコラボになると思うんで、ぜひぜひ。はい、はい、ではまた楽しみ。あ、じゃあ名倉さん最後になんかあの一言もらっていいですか。最後に一言、はい、いやちょっとあの100連はい、ということで名倉さんがブリカーハウスに来ていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、無事無事一発目で繋がってよかった。楽しみ。何デストースまたやんのこれ。やる、やるよ。あのあ、すっげえハンデ背負わした方がいいよ。お前かせで僕のプレイより強いかもしれない。マジで。あ、マジでマジで強いから、すげえハンデを背負わした方がいい。じゃあ向こうリドリーで俺お任せにするか。めっちゃハンデよ逆にお前生きんなよ。え、お前生きんなよ。お前無理だよ。お前練習しろ、その裏な。練習しろ、もっとな。強くなれ。黙れクイズノック。俺ちゃうかじゃあ大福さんの方のチャンネルでも僕らの動画上がるということで、はい、よろしくお願いします。これからで大福さんの方の撮影をいたしますので、はい、ぜひぜひ見に来てください、はい、よろしくお願いします。じゃあ大福さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。おやすみー。 Rest in peace、 yeah アメリカの人